みなさんこんにちは、田中愛理です。今日はなんとじゃん、アグレスタジアムチャタンにやってまいりました。いや、私の大好きな中日ドラゴンズのキャンプの本拠地ということで、これから取材に行ってまいりたいと思います。近くで やばいです。見てくれてんだって、よかったね。僕でも宮本さんの話めっちゃ面白いのが好きですよ。面白いっすね。はい。ちなみに宮本さんの話面白いって一瞬ムロさんも。いやいやなんかもう始球式の話。マジですか。そうですね。すぐ営業に連絡しました、ね。ほら。宮本さんですよ。え、宮本さん何時からいらっしゃってたんですか。10時半ぐらい。どうすか。どうすか。これ秋の喉の。あ、本当ですか。本当すか。どうすか秋の。わかんないまだ。まあそうっすよね。そりゃそうっすよね。あそこかは和田は、あ、本当和田コーチの和田コーチは、だいぶ向井なんだよな。向井選手。福永来たよ、福永。あ、福永さん。今日 初めて中日は、今日が初めてですよ。初めて。優しいね。はい。知ってますね、宮本さん、この服。あ、すごい。宮本慎也 T シャツっていうのがあるんです。あ、初めて来ましたけど。今日優しいからいるんじゃないかと思いましたけど。初めて見ました。いやー。俺でも去年のやつ、あれあのオリックストレードされた外野手の方って 石岡さんの時の、はい、あのお守りのカットがちゃんと入ってたのがすごい良かったです、うん、あれで立浪さんの全てがつながって、で余計な言葉なく石岡ってこれ取っとけっていう、 あれは俺はもう、あの宮本さんがあれだけ立浪さんとおっしゃるところの、はい、ちょっと垣間見させていただいたなっていう。なかなか全部ね、皆さんに伝えられないですからね。あれのカットはすごく僕は好きでしたね。ありがとうございます。公認さんもいつも見てます、本当に。宮本さんの時は真剣に聞いててね、はい、中村さんの時はもう聞き流しが大事に上手になって面白くて面白くて、はい、順調ですね。はい、順調です。まあ、枠井が一人入っただけで、はい、ちょっとね、やっぱり顔ぶれとピリピリ感ちょっと変わったかなとか、はい、特に大野と柳と、まあ、あの辺が、なるほど、はい、じゃあもう、A クラスどこまで言ってくれるんですか。いや、団子なんですよね。そうです、そうです、はい、去年もそう思ってました。本当に、はい、団子です、はい、これからも見てください。こういう顔してたんですね。あのそうなんです。声しかいつも聞こえないから顔が見えないんで、はい、淡々とこういつもありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。これからどしどし入り込んでいかない。いや、ここ営業活動ですよ、もう積極的に、はい、もう死に物を食えドラゴンに乗っかっていかない。乗っかってもいいよ。荒木さんの姿勢をこの荒木さんの姿勢
いやー、いいですね。ありがとうございます。パツナイ監督。よかったね。いや、イケメンすぎる。なんなにこれ。もう。何のこの。幸せすぎて死んじゃいそうですもん。何のサンドイッチ。いや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 。いや。ちょっと。ちょっと。すごい。すごい。お、アレキさんありがとうございます。本当にありがとうございます。アレキ先生のおかげで取材に来れました。ありがとうございます。はい、どうぞ。おかげさまで田中さんもちょっともしかしたら芸能活動に光が見えてきた可能性が。はい。使ってください。使ってください。はい。田中エリさん、中日ファンの皆さん、田中さんも中日ファンですよ。はい。ということで、いつも応援してあげてください。アレキさん、ありがとうございます。周平さんって。会うタイミングありますけど、マジですか？あ、すいません。どうも、はじめまして。いや、私、周平選手のファンで。いや、ちゃんとしてよ、ちゃんとしてよ。すいません、写真撮らせてもらっていいですか？はい。私心臓が持たないです。私心臓が持たないです。野球一貫で分かりますよ。あの野球に感謝。おマジな話。野球に学び。色紙に書いてあります。じゃあ引き続き見ていただいて今年のオープン優勝したら優勝したらじゃあちょっとベスト出演ちょっと優勝したらベスト出演レベルはちょっと優勝したらベスト出演お願いします。いいですか。山本さんの内野守備の YouTube とかを。はい。はい、自分の練習に生かしてます。あ、そうなんですか。宮本さんの作ったグローブも水野に言ってもらって、はい、僕にはうまく扱えなかったです技術が高すぎました。嬉しいな、ね、じゃあまた優勝したら、はい、オファーしようね。はい、お願いします。見てます。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、お願いします。野球一貫っていう YouTube チャンネルでアシスタントさせていただいていて、はい、あの本当に私あのドラゴンズファンでよくあの自分自身も試合を見に行かせていただいてるんで、お会いできて嬉しいです。すごいですね。でも全部通訳もやってブルペンキャッチャーもやって、はい、何年目なんですか？27年です。あ、すごい。私28歳なんで1歳の時から1997年から。ライデルと、はい、やっぱすごいピッチャーですか？やっぱ受け手すごいです。どんな人なんですか、あの二人？あ、もう真面目。真面目なんですね。はい。やっぱり外国人って真面目っていうのは大事なことですか？活躍するのどうですか？もうそれ活躍するにはやっぱり真面目じゃないと活躍はできないと思いますね。うん、真面目やらないと。結構こう来た時はなんていうんですかね、日本流とは違うと思うんですけど、やっぱ喋るいろんなコミュニケーションを取ることによって日本流を学んでってくれる人が成功できるということなんですか？そうですね。あの周りの人とコミュニケーションを取れたら、はい、そこ顔を通す人はなかなか。周平さんのファンなんですよ。周平さんのファンです。かっこいい。いや、まずチャタンの球場に午前中に入り、そして今読谷に移動してきたんですけれども、チャタンはですね、激アツでですね、ブルペンで投げている投手をもう本当に近い距離で見させていただいて、あの心臓が一個では持たないぐらいバクバクしながら近くにおりました。絶賛選手の皆さんが練習を終えてホテルに戻られるところでご挨拶をしようと思っております。いますかね。いや、
誰かお願い誰か私のことを知っていてくれてると信じたいです。お疲れ様です。あの私野球一貫って YouTube で、あの中日ドラゴンズファンで応援させていただいているので、応援してるますので頑張ってください。あの昨日も見てました試合。はい、お疲れ様です。大丈夫です。はい、お疲れ様です。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 続々と皆様がお帰りになっていますが、浅尾コーチはいつまで経ってもイケメンですね、やっぱり。はい、生で見たらとんでもなくもうイケメンでした、はい、やばいやばい。球団許可もらってるんで、いいですか。はい、いいな、アンパンマンの、はい、あの先日野球一貫でアンパンマン取り上げさせていただいて、ご覧いただけました。見ました。やったやった、ありがとうございます。本当に、いや今日私あの個人的に母と旅行で来てて、はい、なので昨日あの初登板されているのを、はい、上から見てました。見てたんです。お疲れ様でした。昨日の成績は、はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということであのちょっとプレゼントがありましてじゃあアンパンマンとドキンちゃんをちょっと野中選手にいっぱい届きました。やっぱアンパンマンもあれで言ったから結構届きました。ぜひじゃあ田中さんからもお受けいただけたらと思います、はい、お部屋に飾ってください。1個だけ質問してもいいですか。1個だけ、あの登場曲は何にするんですか。登場曲、やっぱ今アンパンマンで、はい、まあ、アンパンマン好きっていうことで結構アンパンマン知られてるじゃないですか、はい、なんでまあできるなら、まあ、アンパンマンの歌っていうかそれにしたいなと思ってます。ありがとうございます、嬉しい。はい、いや楽しみに、私も応援してます。ありがとうございます。すいません忙しいのにありがとうございました。特だねただいまの時刻午後6時ということで、まだ練習されている選手の方も球場に残っているんですけれども、いやもう朝からこの時間まででまださらに練習をされるということで、いや本当にすごいですね。はい、ここで帰りたいと思います。本日ありがとうございました。お疲れ様です。